沼津楽しみだね。どんな美味しいものがあるのかな。うちもワクワクしてるよ。電車に乗って遠出して、なんだか遠足みたいやん。遠足、遠足といえばお弁当、お弁当といえばじゃーん、おにぎりだよね。よかったらみんなで食べよう。わー、美味しそうなおにぎり。じゃあ私はお返しに。じゃーん、サンドイッチだよ。こっちもみんなで食べよう。すごい、くんくん、この匂いはチーズ。朝に食べるチーズは健康にいいんだよ。美味しく健康になろうね。二人ともありがとう。サンドイッチとおにぎりどっちから食べるか迷っちゃうな。どっちからでもどうぞ。それじゃあいただきます。エマさんのサンドイッチ美味しい。いくらでも食べられちゃいそうだよ。花代ちゃんのおにぎりもとーってもボーノだよ。ふっくらしてて最高だね。本当やね。手作りだからこその美味しさっていうのかな。二人の愛情たっぷりやん。チカさんやリコさんにも美味しく食べてほしいな。ごちそうさまでした。おさまつさまでした。あの、ところでのぞみちゃん、ん、何、どうして散歩に行こうなんて急に言い出したの。何か理由があるんじゃないかなって思って。やっぱり分かっちゃう。分かるよ、ずっと一緒にいるんだもん。うまく誘導したつもりやったけど、さすが花代ちゃんやね。二人にも言わないつもりだったけど、協力してもらおうかな。え？どうしたの？何かあったの？チカッチとリコちゃんには内緒だよ。実は。のぞみちゃん、そんなことを考えていたんだね。素敵だと思うな。うん、私だったらとっても嬉しいし、ときめいちゃう。なら、内浦に着くまでに、どうしたらもっと喜んでもらえるか相談しよっか。